はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタニです。このチャンネルは日本、カンボジア両国でビジネスを行いますジェットタニが現地カンボジアから最新情報をね、お届けするチャンネルになります。はい、本日は2021年11月14日です。はい、日本ではですね、小室圭さん、眞子さんも今、劇場と言われてますけども、本日ね、羽田からね、ニューヨークにね、旅立つということで、生中継をね、やっております。はい、私もね、インターネットで見てね、その中継に釘付けだったんですけども、なんとね、その間にね、カンボジアでね、朗報がね、発表されました。はい。なんとですけどもね、はい、フン・セン首相は本日、カンボジアに入国するすべてのワクチン接種を受けた人々の検疫の終了を発表いたしました。はい。これで事実上のですね、カンボジア入国時の渡航規制の解除ということになります。おめでとうございます。万歳っていう感じですね。はい、これでね、油断はできませんけども、ね、もう普通の生活がね、もう取り戻せるね、手前までね、やってきた。そしてね、またビジネスの再開、投資の再開、そしてね、日本からね、たくさんのね、お客さんがね、もう来てくれることね、私も心よりね、本当嬉しく思います。特にね、またこの2年間ね、頑張ったね、特にサービス業の方、本当大変でしたけどもね、この2年間ね、みんなでね、また取り戻してね、行きたいと思います。本当ね、おめでとうございます。という感じですね。はい。はい。それではね、報道を見ていきたいと思います。はい。すべての旅行者に適用されます。ただし、ワクチン接種を受けていない人は、14日間の強制検疫を受ける必要があります。これは仕方ないですね。はい。すでに2回のワクチンを接種を受けている人は、カンボジア人とカンボジア王国に入る外国人の両方が検疫を受ける必要があります。はい。カンボジア人、外国人の差別はありませんということです。はい。プノンペン、シアヌクビル、そして、シェリモアップに飛行機で到着する、乗客の場合、これ陸路はダメということですね。バスから行くということはダメですよね。はい、もう、飛行機ってことになってますね。必須の、PCR テストを受けなければならず、結果を待つ間、ここが大事ですよね。家にいることができます。括弧してね、こう地元の人の場合って書いてますけど、まあ、おそらく滞在ビザがある方はね、家でできるっていうことかもわかりません。これ、ね、詳細チェックしないといけませんけどね。はい、観光客、訪問者、またはビジネスマンの場合は、ホテルにいることができます。いうことになると、早ければ、まあ、去年のね、初め頃みたいになりますよね。1日だけステイすると。で、今ね、ビジネスで、承知をね、受けてる、カンボジア企業から承知を受けてる方は、3日間ということですけども、まあ、少なくとも1日から3日以内には出れるということになりますよね。観光客の方も含まれているのがね、今回大きいですね。前回の発表では、観光客は7日でしたからね。はい、これでもう年末年始、カンボジアで過ごすと。これね、考えますとね、タイはね、そのワクチンのあれ、ね、なんていうんですか、番号っていうんですかね、それまで記載しとかなきゃいけないということが書いてありましたけども、はい、それを考えるとカンボジアの場合は、証明ができたらということで、タイよりももう一歩ね、緩和が進んでいるような、ね、感じがいたします。はい。で、陰性結果を受け取った後、カンボジアへの全ての旅行者は、地域や州に関係なく国中を自由に旅行できるとね、付け加えました。これ、クメールタイムズのね、ここになります。はい。同時に、首相は保健省に対し、観光客の到着を受け入れるための、優れた検査サービスを提供することより、プノンペン、シアノクビル、シェリモアップでの PCR 検査の、検査能力を強化するように指示しました。まあね、段取りよくやれと。で、さっとね、発表しろということですよね。もうこれありがたいですよね。はい。首相はまた11月15日以降、この決定を、処理できるようにね、王立政府の決定に直ちに取り組むようにね、関連省庁に指示したということですから、例えば、まあ、カンボジアに乗る、飛行機ですよね。その前の、搭乗前の72時間以内の PCR 検査等が必要なのか。まあ、当然必要だと思いますけどね。保険加入が必要になる方ね。まあ、詳細の報道がね、まだされておりませんけど、これがね、これからね、すぐ決められていくのかなと思います。このあたりね、カンボジア結構ね、上位下達でね、早いですからね、多分ね、実務化するのは早いと思いますけど、まあ、いつぐらいからね、これが、きっちり、回っていくのかなっていうところですね。私実はね、11月13日、昨日からね、本当にタイに、ね、行く予定だったんですけども、カンボジアに帰ってくる時の、承知のね、3日間滞在っていうやつがね、どうも申請上うまくいかなくて、7日間、ホテルステイだったんで、これはいけないなっていうことで飛ばしたんですよね。で、火曜日の16日の便がね、カンボジアタイ便というのがあったんですけどね、それも PCR 検査が間に合わなかったと。火曜日出発だと、日曜日に検査を受けないとダメなんで、日曜日やってませんのでね、ですから、まあ、無理だなっていうことだったんですけどね。まあ、これ発表されて、ちゃんと実務化されたらね、もう、タイに行って、で、カンボジアに堂々とウィースっていう感じで入ってこれるようになりますのでね。まあこれで、12月ぐらいにはね、11月末か12月でね、一回旅行行けるかなっていう感じでね、ちょっとね、ワクワクしてますね。やっぱ今回はこれ、待ちに待った方がね、いい結果出てくるかなっていう感じがしますね。はい。ただしね、別に私、ネガティブなことを言うわけではないですけども、はっきり言いまして、首都プノンペンね、全くね、今ね、問題ないと思います。クラブとか、バーとかね、KTV っていう女の子とね、カラオケを歌う店なんかは、またね、11月の末までね、どんどん伸びてるんですよね。再開が伸びているんですよね。で、大勢のとこで集まっちゃいけないと。で、集まった時のルールをね、またね、こう、いろいろ、出してるんですけども、ただね、もう、そういうクラブでなくてもね、もうレストランで言ったら、もうすごい混雑ぶりでね、あんまり、油断しちゃダメですけどね、あんまり関係ないんじゃないかなって、本当ね、安全に過ごしてるっていう感じがするんですけど、ただしね、ちょっと私のね、友人の日本人がね、コロナに感染ね、してしまってです。昨日ね、いや、実はね、コロナ感染しましてね、昨日からね、もうもう、匂いがわからないですよね。で、数日前からもう、味覚はわからないってこと言ってたんでね、いや、もう大丈夫っていうことで。で、その方もどうも田舎に行った時にやっぱり移ってしまったということで、やっぱり地域的な差はあるので、まあそんな田舎にね、行くことはないと思うんですけども、まあ観光の方はね、関しても絶対に、ね、油断はしない方がね、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、首都プノンペンの中回ったりとかね、シアヌークビルなんかもう一発ちょっと厳しくしてますからね、あとシェリムアップはちょっと私わかりませんけども、まあ、そのあたりはね、油断せずにっていうことがね、大事かと思います。またね、ヨーロッパの方がね、今、ドイツとかね、すごくなってますからね、そのあたりちょっと今後どうなるかなっていうね、気がいたします。あ、それでね、これのね、1本が2本前にね、私 YouTube 上げましたけど、カンボジアがね、マレーシアに対して、お前ちょっといい加減しろと、再開しろよと、フライトと。そんなの緩和しても、フライト再開しなければ意味ないじゃないかっていうね、もう苦言呈してるからもういい加減にしろというね、ことは報道されているということを YouTube でしましたけども、やっぱり、どうなんですかね。私もやっぱり格安ということでマレーシア航空ね、よく使ってましたし、やはりトランジットっていう関係で、エアアジアね、僕も結構使ってたんですよ。はい、ビジネスとか安いですからね。ビジネスでもフラットベッドにはならないです。フラットベッドって書いてますけど、フラットにはならないけども、まあ、価格でなら、安いかなっていう感じで、エアアジアよく利用してたんですけどね。やっぱり、そのあたりの航空会社がね、東南アジア、依存度は高かったと思うんでね、そのあたりの、LCC が、ね、再開しないとね、結局、緩和っても、行き来がね、できなければ一緒なんでね、それでまあ、首相の怒りもわかりますね。自分たちはもうこれだけきっちりやってるのに、しかも、お前ら入国できないって言ったら去年、それでも我々はマレーシアから国民を受け入れたのに、なんだよ、今回の対応はっていうね、もう怒りの声明がね、声明じゃないですよね、報道ですよね。首相が言ってるってわけじゃないですけど、まあ、こう出ますよね。カンボジア結構積極的に、まあ、よく考えたら、去年もね、カンボジア、一番、規制がなかったですよね。その中でよく感染きっちり抑えれて、よくやれてたと思いますよね。はい。まあ、その中でしたらね、お前、本当ね、ちょっといい加減にしろと、飛行機飛ばせよと、飛行機なければ、どっちにしてもカンボジア来れないじゃないかとね、誰も来ないじゃないかということになりますからね、早くね、再開の方ね、これだけ緩和できましたからね、再開をね、早く望みたいと思います。だけどね、タイが、意外に入国が、厳しいのでね、年末年始ね、ひょっとしたらカンボジアにね、外国人客が殺到ということね、なるかもわかりませんよね。飲食店の人たちね、もう今からね、きっちり準備ね、しとくべきじゃないかなと思います。これね、ほんと嬉しいね、朗報でありますよね。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしくはチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。はい。ですね、追加になります。先ほどですね、YouTube にね、アップしようという寸前ですけども、先ほど27分前に、新しいね、これ、プレスリリースが出ております。はい。カンボジア入国旅行者はね、検疫が不要になった新しいね、手続きをね、発表いたしますということで、はい。画像はですね、これ以前、この画像を使ってたんじゃないのっていうね、使い回しみたいな画像ですけどもね、まあ画像なんか問題ありません。内容の方がね、大切だと思います。はい。私 YouTube の方でね、これ空路でないとダメだと、陸路ダメじゃないかっていうことを言ってたんですけども、空路、陸路、海路全然問題ありません。はい。そしてやはりね、入国前の、飛行機とかね、搭乗する前の72時間以内の、PCR 検査の、ね、陰性証明、これは必要です。あと保険の方は書いておりませんけど、まあ保険入っておくべきだと思います。はい。日本みたいなね、健康保険ないですから、これコロナに感染してね、普通ね、まあ、日本人がもう普通の病院入った場合ね、もちろん信じられない金額請求されますからね、これも必ず入っておりますよ。30日で1万円ぐらいのもんですからね。はい。そしてですね、ここがね、ありがたいね、ことが書いてあります。はい。カンボジアに到着したら乗客は、国の入り口で、クイックテスト、ラビットテスト、コロナを受検し、これ簡易キットみたいな形ですかね。よく今、カジノ、ナガワールドとか、シアヌクビルのホテルなんかはね、これ必ずさせられるんですけども、で、テストの結果をなんと15分から20分をね、待つ必要があります。はい。そして陰性結果だった場合は、その人は地域や州に関係なくカンボジアの中をね、自由に同行することができね、検疫を受ける必要がありませんということを書いてますから、これはありがたいですよね。はい。もう事実上ね、亡くなったというね、ことでしょうね。はい。ね、追加ニュースです。たった27分前のね、報道であります。はい。非常にね、コロナ明けですね。もうね、油断はできませんけども。はい。以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回ご視聴お待ちください。よろしくチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。